にちは、ジュナです。はい、今日はリクエストいただきましたディズニーのプリンセスの曲を歌いたいと思うんですが、これを見てね、きっとわかる方は話がとってもとっても合いそうです。はい、正解、プリンセスと魔法のキスより夢まであと少し。イエーイ、もうね、名作ですよこれは。なんかね、なんかこう音楽がいいんですよね。浅い。なんて浅いんだ。まあ、なんだろう。なんかさ、ディズニーのプリンセスって、こう、もともとがプリンセスな系が多いじゃないですか。まあ当たり前にはね、プリンセスなの。でも、ティアナはそうじゃなくって、こうやってこう、夢のために自分で働いて頑張るっていう。で、お金を貯めるっていうさ、なんかなんていうの、すごい、その現実な感じがすごい好きなんですよね。わかるかな、なんていうの、わかるかなって、なんかすごい上から目線になっちゃってごめんなさい。なんかね、うん、こうディズニープリンセスのソロ曲って大体こうなんていうの、何かをこう掴みたい、こう何かにこうしたいみたいな。アリエルだったらさ、陸行きたいとかさ、なんか白雪姫だったらさ、いつか王子様に会いたいみたいな感じだけど、こうティアナはさ、もう自分の店を持つんだっていう、なんかもう本当の現実が出てて好きなんですよ。なんかね、私モアナも大好きなんですけど、なんかさ、モアナもなんか生きる血生臭さ、違う、何、泥臭さ、なんか泥臭いってディズニーに言っちゃ失礼なんですけど、なんかそういうさ、なんか生きる血、流れてる血が流れてる感じがして、好きなんですよ。はいはいはい、ということで、リクエストいただいてすごい嬉しかったです。はい歌えよって感じですよね。はい、歌います。すっごい余談なんですけどね、このエプロン、去年の夏に公開されたジブリ作品の君たちはどう生きるかでね、私はその公開の前に予告編を作ってあげたんですよ、勝手に。なんでかっていうと、今回は予告とかもうポスター1枚で行くぞっていうジブリさんのね、戦略だったので、じゃあもうちょっと予想しろってことでしょと思って、私予告編を作って、今40何万再生とかしていただいてるんですけど、まああれにあれまして、イエーイって感じなんですけど、たくさんの方に見ていただいて、でこう映画が公開されてからもパンフレットが販売するのがもうかなり後だったりとかもして、その情報がね、もう本当にシャットダウンされて、もうみんな真っさらな状態で見ろみたいな感じだったんですけど、まあその君たちはどう生きるかの中でどこかのシーンを演じたいって私もね思って、ひみちゃんだったかな、こうキュッてお団子しててさ、真っ赤な可愛いパフスリーブの、ワンピースにこういう白いエプロン、こう本当にこんな感じのちょっとフリフリのついたやつをしてて、そのひみちゃんの役をやろうと思ってね、これ買ったんですよ。で動画も撮ってたんだけど、まあお蔵入りに自分でしたんですけど、なので今回はこれでね、日の目を見れてとっても嬉しいです。あと今度さ、なんかまた料理企画をやるときにこれをつけようかなって思うんですけど、もともとおせち料理とかで着てたエプロン、あれ本当に昭和初期のヴィンテージのものなんですけども、おせちとかさ、慣れないこといっぱいするから油が跳ねちゃって、もうすごいすごい気に入ってたのに油だらけなんですよ。まあエプロンだから正しいのかもしれないけど、だからこれでお料理動画撮ったらさ、なんかすごいことになりそうじゃない？今気づいちゃった。もう私さっきイチゴ食べてたからイチゴの汁が跳ねてる。まあこんな感じでさ、まあ落ちるかもしんない汚れもいっぱいつけていこうと思います。バレンタイン、でも作る？言っちゃった。やります。チョコだらけにしちゃうから飛んで。でもバレンタインさ、作るもの決まってるからさ、こう見てて面白いのかな？まあそんなこと置いといて、まあそういうね、行事ごとでなんかあったら、作っていこうと思います。まあいいですよ。まあ料理年に1回ぐらいしかやらないので、これ作ってほしいとか皆さんに言っていただいた方が私は嬉しいので、もしなんか作ってるところ見たいよとかあったら、何を作れって言ってください。はい、言われたらやります。やらせてください。はい、ということで、もう脱線しまくりごめんなさいね。じゃあ早速参りましょうか。それではお聞きください。夢まであと少し。ダンスする暇なんてないわ。もうしばらく待ってよ、遊ぶ暇なんてないわ。
忙しいの。楽な生き方するのもいいけど、私は夢を目指して頑張っているの。あと少し、もうすぐよ。無理だと言われても気にしない。誰にも止められない。ここまで来たら、パパの口癖は夢は叶う、でも努力しないと夢で終わる。働くは一日中、脇目も振らずに、必ずやり抜いてみせる。あと少し、もうすぐよ。人気の店にするわ。あと少し、もうすぐよ。試練にも耐えてきたわ。苦しい日々も終わる。あと少し、もうすぐ、もうすぐ。